好きな人に会う理由ってないじゃないですかね。川を愛し全国を旅する写真家が意識川のほとりで見つめる美しい自然と人々の営み、カメラマンリポートでお伝えします。こんばんは、 J ちゃん長崎です。特集はカメラマンリポートです。不思議なことに、そのカメラの前では逆境の人が笑顔になるといいます。鴨川カメラマンの取材です。3月11日の、あの日から初めて笑ったって言ったんですよ。こんなに声出して笑ったの久々だったって言ってくれて、負けないで頑張りますんでみたいな感じで言っててね、やっぱ笑いとか音楽ってその大変な状況の時だからこそ、あえて笑顔を取ろうと思ってしたわけじゃないんだけど、あのなんかね、そういうようなこう場をね、なんか提供っていうかきっかけ与えられたのにすごい良かったなと思って。徳島市在住の写真家、村山義明さん。すごくね、なんか独り占めしてる感じがすんだよね、朝。川を愛し、全国を旅しています。コロナ禍で減りましたが、年間150日は、この軽ワゴンで寝泊まりしながら、作品を発表し続けています。6年前からはここ一色川のほとりも彼の大事なテーマになりました。気持ちよさそうだな。ごちそうさまです。ありがとうございます。どうも、ほんのおって地元の人が、これどこで撮ったのとかすごいこう感動してくれると、やったぜって思うね。この日は午前3時から水の張られた田んぼにカメラをセット。水田に輝く朝日と虚空蔵山を撮ろうと、タイムラプスという撮影方法に挑んでいました。稲を植えたらもう撮れないから、失敗した。これレンズ曇ってんです。勉強ですね。2年越しの撮影なんですよね。少し肩を落とした村山さん、休む間もなくあるお宅へ。お前、おはよう。ミカエルがいる。おはよう。おはようございます。おお、カエルだ。エイジ君はここ一色コーバルに暮らす小学2年生。小さい頃から彼を撮り続けています。ちょっと近くて遠い親戚みたいな。好きな人に会う理由ってないじゃないですか。ないですね、普通にね。だからそれに近いんですよね。こういう通学風景っていうのも、もしダムができたらね、見られなくなるかもしれない。この場所にとってはさっきの田んぼのところとか結構特別なんですよね。だからそれを特別にしないために皆さんがね頑張っていると思うんですけど、風景として美しい。いや、綺麗ですよ。なんか日本の原風景ってこういうのかなっていう、なんか近いんですよね。川とかとか山とか田んぼとか、ホタルとか。いい感じ。今回の滞在は16日間。ドローンに写真、動画、梅雨の晴れ間の一色コーバルをとにかく撮りまくります。そうか、ラッキョウ洗ってたんだ。これのこのザルがすごくいい雰囲気が、日常笑ってるところも含めて、なんかすごくいい、なんか普段の姿を見てもらいたいなって。
今回村山さんはどうしても会っておきたい人がいました。おはようございます。あ、来てくれた。うん。松本松さん、94歳。何やってたの？雑巾掛け？集落の入り口に建てた小屋で、ここのたった一人ダム工事の見張りを続けています。お願いしますね。美味しい。まだお茶の出たね。うん。この一色川のほとりにダム工事の話が持ち上がったのはおよそ半世紀前、松さんが40代の頃でした。1982年、県はこの土地に機動隊を投入し強制測量に踏み切ります。この地に建てられた団結小屋を守るのは地域の女性たち。しかし、一人、また一人と亡くなり、今年、松さん一人きりになってしまいました。寂しかね、やっぱしね。もっと来ないと本当はいけないのになとかっていろいろ思うんだけど。時々でもよか。顔を見せてくれるとだけで。そこに乗れば人の痛みがわかるもんね。ああ、確かにな。もう機動隊からいじめられたけど、うん、やっぱり人間の気持ちの強になったとかな、うん、松さんの人生の中で、やっぱここの反対運動が随分締めちゃいました ね、 うね、うん、もうここが人生だよね、本当、うんうん、やっぱこう見届けたかもんね、こう動画の中ね、うん、と思ってね、うん、今日天気いいから写真、松さんの写真撮らさせてもらっていいですか？もう笑顔の中堅写真の。あ、そうですか。ちょっと待ってよ。もう記念になるね。ね、あ、これプリントして送るからね。その子供たちが川で遊ぶ、あんなのキラキラ光って俺から見たらもうあの四季川も光ってるけど、あそこに遊んでる子供たちがもうキラキラ光ってるわけ。あ、そこまで来た。いいなと思ったの、写真撮ってね。で、見た人がどう考えるかは自由だから。懐かしいなとかね、あ、こういうのなんか自分の子供の時を思い出すって思ってくれたら、なんかそれが一つのね、なんかここに考えるきっかけになればいいなと思ってます。で、いいよね、なんか、うん、いい、大変中でもね、うん、よかった。車の世界いい、思い通りの、うん、なんかあの家族の温かさが感じる絵が撮れました。また来ます。村山さんの作品は公式ホームページから見ることができます。以上、カメラマンリポートでした。